さあ久しぶりにスーパーマリオメーカー2やっていこうと思います。いやちょっと久しぶりなので、まあ今のね、あの人気ランキングコースのとかね、どうなってるかその辺見ていこうかなと。まああと対戦とかも軽くやっていけたらいいかなと思います。はい、撮影日今日1月3日なんですが、もうそのままねその日に出してると思うんですけど、まあ今のねオンラインで人いるのかっていう感じですけど、その辺やっていこうと思います。はい、それでは行きましょうか。はい、世界のコースの今の人気ランキング行きましょうか。早速新年から超絶爽快、これ行こうかも、いきなり1位のやつ遊んでいきましょう。2021年明けましておめでとうございますって書いてありますね。行きましょうか。新年から超絶爽快、ハッピーニューイヤー、行きましょう。さあ爽快なステージになってるっぽいので、もうなんだ、ずっと走っていって、あーそ、うん、あーそういうことね、2021で出てた、いいよ。はいはいはい、そしてよいしょー、ヒップドロップしていって、エフェクトがすごいな、おいエフェクトやばすぎだろ、重いってスイッチのこれ処理能力超えてんじゃないかっていうぐらい。さあ、うわコインだらけ、うわで、でどうすんの、あ下か下入れたわ。さあ爽快にマリオカ、うわなんじゃこれ、ロケット、うーわ超絶爽快というよりもエフェクトの数がお祭り騒ぎ状態よ。で中間取ってゴール、はい、うーん、おーおーおおい、そこ走るの2021、おー THX 素晴らしいね、サンキューね。よく見たらこれさ爽快なやつばっかじゃん、今年もよろしくとか明けおめえとかもこんなんばっかすごい今人気ランキングになってんな。はい、そんな感じで、じゃあスピードラン的なのも一個やりたいので、詳しく探すからのタイムアタックいきましょうか。何秒とか書いてあるやつこれにしようか。ナイトジャングルスピードラン30秒、行きましょう。 36% これ相当高いな、これ簡単だな、なるべく一発でクリアしたい、行きましょう。さあ走っていって、ここでジャンプ、はいよ、はい、あこれジャンプするだけか、あそういう系ね、はい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 、まあ、これはね難しいというかもうタイミングゲーみたいになってますけど、コイン通りに辿っていけばクリアするでしょうと。おお、最後クッパ出てきたけど、ナイスクリア。もう一個行こうか。あ、この辺行こうか。ピーパウ&ソースピードラン27。じゃあこれ行きましょうか。クリア率が 4% ぐらい、5% か。ぐらいです。行きましょう。ピーパウ。パウはわかるけど、ソウって何？ SAW。行きましょう。おっと、ジャンプが強すぎた。パウを投げていくパターンかな？この辺のね、操作感があんまないので。あ、今んとこが。あー。あ、でも、あ、でもジャンプできるな。こうね。オッケー。はい。いいよ。で、どこで投げ、あ、そこで。あ、でもこれでもいける、いけるのか。あ、いけないわ。はい、ジャンプ。パウ取って、ここでじゃ、あー、ジャンプがうまく決まらない。これずっとジャンプボタン押してりゃいいのかな？ずっとジャンプ押したまま、そうね。オッケーオッケーオッケー。あ、やばい！もう死なないぞ。ジャンプ。いいよ。よいしょ。あ、なんかそのキラーに乗るとかそういうパターンでもなかったか。
はい。ここで投げる。よいしょ。あー、なんで当たる、そこに。いや、もうクリアしないといけない。こうで、はい、ジャンプ。投げて、ジャンプ、ジャンプ。もう一回、パウ押し、P じゃないか。P 押して、はい。よいしょ。投げる。ジャンプ。よいしょ。いいよ。これでクリアかな?しっかりジャンプして、最後、入って、これでゴール?じゃないか、半分。あ、中間取りたかった。なんかそのまま行っちゃった。中間取ればよかった。そうだよ。そういう中間取ればよかった。よーし、来た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 。で、ここで一回中間取る。もうこれでいい。これで一安心。ただ、もうそのまま行っちゃっていいんじゃないのかなと。よいしょ。投げる。はい。はい。行ったんじゃない？これで、連続で、よいしょ。クリア。これはクリアでしょ。これはいや、そこは、そういうことか。そういうことか。もうクリアしよう。このターンでクリアしたい。まあ、そこはね、そのまま降りていくだけでいいと。チキンに逃げようとすると、ダメになっちゃうと、思うので、よいしょ。いったでしょ。ここでもう何にも押さない。何にも押さずに、よし、クリアー。よし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 。あれをね、あえて避けようとすると、ダメなパターンだったのか。よし、クリア。はい、最後にみんなでバトル、これやっていこうと思います。さあ行きましょう。ダサダサスキンだったけどね、自分。マッシュルームプレイグラウンド。行きましょう。バトルだからね。とにかく、とにかく前に進んでいくといった感じで。おー、なんか上に行ったやつおるな。まあ、でも、あー、キノコないの?ちょっとラグいか?なんとなくラグめな感じするけど、そんなに、あ、ちょっと待って、なんかやりづらい。なんかやりづらい。おし、キノコゲット。ここで一安心だね。ただ、ゴールされたら終わりなので、あー、やばいか?これ、早くもゴールされちゃうパターン、中間だね。協力しましょうってなんか出てるよ。どういうこと?そんな協力する意味が、あ、ちょ、待って。急げ、急げ。あー、食らっちゃった。仕方ない。で、ここ一回、オッケー。キノコ、フラワーか。フラワー出てきて、よし、しっかり倒して、いいよ。そして、もう一個中間。こっち、うーわ。待って。あー、嘘でしょ。ただ中間からだから。ちょっと待ってよ。こんなにゆっくり行ってもいいのかな。あ、ゴールしちゃった。全然ダメじゃん。あー、二人ゴールしてる。もう多分この先だったんだわ。やっちゃった。みんなでバトルやってたんですけど、めちゃめちゃラグかったんで、最後これ、ストーリーモード1個やって終わります。ジャンプはダメよの大雪原。これ行こう。これやって終わろう。レッツゴー。はい。ジャンプはダメよの大雪原。地面に1回でも離れて、着地したらダメだから、着地しないでゴールだから、これ落ちた時、なるほど。落とさせて進むと。あ、これは大丈夫ね。で、え、これどうやって、あー、そういうことね。これ持っていく。バネを置く。え、これでもさ、え、これダメだよね。これ置く。で、ジャンプして、え、もうダメじゃんね、これ。あ、これ上投げんのか。あ、そういうことだ。さあ行きましょう。え?あ、そうだね。いいよね。で、走っていって、投げる。まあ、こっちも取っておこうか。コイン2枚ね。で、これ持っていっていいでしょう。
で、1個だけ落ちてくるのね。はい。まあ、慎重に進めばそんなに大変ではない。で、これは？あ、これ上投げて、重りをつけて、持って上に行く。いいよ。はい、いい感じ。で、これも上投げる。コイン取れねえのか、これ。ここのコインどうやって取るんだろう。あー、パウか。パウに当てるんじゃない？多分パウに当てると、そうだよね。コインが落ちてきてゲット、いいよ。さあ、あんまり余計なことはしたくないけど、あー、これで、ジャンプ台はおさらばと。そして、ここが、まあ、これ普通に、避ければいい話。で、こっちでもう一回押してもらって、なるほどね。ああ、今の、ハテナブロック取ればよかったなとか思ったり。これはここに投げる。下に降りてくる。で、押してもらうの？ん？積んだ？あ、なんだ？これ上行ったぞ。あ、落ちてきた。なんかラッキー。あ、行ったぞ行ったぞ。こっちは、そういうことね。さあ、ここもう入っちゃおう。ここ入っちゃって、オッケーよ。これ確かダッシュで行けんだよね。そう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 、オッケー。で、ここでまたパウが出てくる。まあ、ここに置くか、それオンオフを変えるか、そういうことか。まずオンオフやっちゃおうか。で、多分もう一個出せるから、出して、これ持って上に置く。これ持ってもらうパターンね。なるほど。はいはいはい。クレーンを持ってもらっ、クレーンにパウを持ってもらって、これ落ちて、なるほど、そういうのができるんだ。はー。で、これちゃんとパウ持ってこうか。危ないね、こういうとこ。判定がね、あるから。オッケー。オッケーね。よし。で、パウ持ってるし、このパウを投げるのか？いや、でもさ、全部落ちてくるもんね。ダメか。なんかそういうパターンか。ダメだ。まあ、ただ、これでゴールかな。よし。変なことはしなくていいかな。何これ。これだったら上行けるよってことか。まあ、いいでしょう。はい、確実にゴールをして今回、終わりたいと思います。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。